井上さん、こんにちは。こんにちは。本日は再企画です。お願いします。突然ですが、はい、井上さんってディケイドに変身するとき、ベルト使いますよね。多分いや、使わなかった時もあるんですよ。あ、そうなんですね。そう、なんか僕もベルトにベルトないと変身できないのかなと思ってたんですけど、あれはね、劇場版オールライダー対大丈夫かなと思う。はい、もう普通にこう歩いててカードもベルトも使わずに変身って言ったらディケイパーンなって、もう使わないんだと思った時は、なんと、もしかしたらこう、1000倍ぐらいのスピードでこうシュッ動いてて止まってたんだろうなっていう。なるほど、なるほど。早すぎて見えなかった、早すぎて見えなかったっていう、一般人には見えない。あ、そうそうそう、はいはい、でその時の金田監督に聞いたんですよ。ベルトのカードもやってないんですけど、これ別に変身しちゃっていいんですかって聞いたら、いらないやろ、そんなもんそれが OK になったんですもんね、実際に。なんで監督が言うの？それすごいですね。まあ、気持ち的には確かに、あ、だから気持ち的なシーンだったので、イメージ図とか、ね、まあ、基本的にでも、ベルトないと編集しませんね。そうですよね。はい、まあ、仮面ライダーといえばやはりベルトだと思うんですけども、はいはいはい、今、スマートフォンがベルトになる時代らしいですよ。ほう。なるほど。なるほど。はい。というわけで、ドドン、こちらの商品のレビューをお願いします。何ですかこれは。変身サウンドカード、あなたのスマホが変身ベルトにと、まあ、こんな感じで、カードが1枚入ってるのかな。ディケイドのカードですね。そちらのカードを説明しますと、はい、変身サウンドカード1枚300円で、これ1枚300円されてまして、うん、はいはいはい。ラインナップが昭和がまず1号のみ、うん、あ、そうなんだ。はい。で、平成ライダーが全種類と、令和の01とセイバーの2種類が販売されていて、はい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 、お手持ちのスマートフォンで公式サイトにアクセスしていただきまして、なるほど、カードの裏に記載の QR コードを読み取ると、そのスマートフォンがベルトになってしまうという商品なんですって。なるほど。じゃあちょっと実際やってみますか。はい、じゃあちょっと開けてみますね。なんかすごいちっちゃいね。でもこれ全部カードなんですかこれ。そうですね。カード、ディケイドじゃん。ディケイドこそカードだけど。あ、じゃあこれを、ちょっと QR コード。はい。まさかの iPad スマホじゃないんだ。はい、バンダイさんのサイトに来ました。これをじゃあ、早速使ってみますか。どうやって使うんだろうな。シリアルコードを登録画面で入力、ちょっと入力していきます。はい、入力完了しました。じゃあ入力を確認する。これでいいのかな。あ、なるほど。こうやってなんかいろんな仮面ライダーがある中で、ディケイドのディケイドライバーだけなんか解放されてます。えっ、あ、ベルト出てきました。お、え、ベルト出てきましたよこれ。え、どうやんの。よ、ちょっと待って、フライング変身してる。フライング変身、あ、なんか変身しましたね。はい、おお、おお、トップ。え、これだけ？あ、その一パターンだけ？そうなんですよ。あ、そうなんだ。実は。なんか他にもいろんな種類があるとかじゃないんだ。じゃないんです。これいくら？300円。あ、ワンボイス300円だ。これだけ？いや、300円ですから。いや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 、俺まだ300円も遊んでないよ。ねえ、皆さんアルバイト、時給1000円。今、これ、ねえ、3分の1の22、3分分ぐらいは必要だよ、俺。はい、もう一回行くよ。
良さとしては、はいはいはい、通常売られてるベルトだと、うん、はいはい、おもちゃから出る音じゃないですか、うん、なので音質で言うとあんまりその確かに良くないですよ。音質いい。でもこの公式のちゃんとした、うん、あのクリアな音が聞けるっていうので、うん、あ確かに珍しいなっていう。はあはあはあ、ちょっと音でかくしてみます。まあ電子機器だしね、うん、じゃあ音に注目します。仮面ライドディケイ。あ確かにめっちゃいいわ。めちゃくちゃ音質いいし、なんかいろんな遊び方がね提案できそうですこれは。ただ僕ねちょっと細かいこと言うと、僕の場合変身するじゃないですか、はい、でピューって入れたら仮面ライドってなるんですよ。でその後にすぐにカシャンってやんないんですよ僕は、うん、仮面ライドキュイーンキュイーンキュイーンでカシャンでやるんですよ、はいはい、なんでかっていうと変身するときにまずですね、僕まずカードの寄りからいくんですよ。で、バストアップになって、で変身といって、これバストアップでこれベルトを切ってる感じね、この辺ね、バストアップで変身といってこれカードを裏返して、でここで一回カットします。ここでカットした後にこのベルトのところの寄り、要はこういうことだよね、こういうことになってて、ベルトのところにまず入れるカット、カシャンっていう、こうやってね、はい、こうやって入れるカットがありますよ、はい、で、ほら、速いんじゃない、はいはいはい、はい、これベルトの中に本来はベルトの中にこう入れて、うん、キュイーンキュイーンキュイーンになってる間に引きの絵になります。引きの絵になってそこでこうカシャーンってやって変身するんですけど、うんうん、これもうベルトの絵だけで変身しちゃうんで、これだと。なるほどね、うん、そう、はいはい、待って、カシャンを待ってくれないの。そう、カシャン待ってくれないちょっと早い。ちょっと早いじゃん。ちょっと早い。僕のタイミングではない。ここのタイミングがないってことですか。そう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 。上からカシャンってやる。カシャンって入れて、で、よし、今から変身してやるぞっていう感じで、僕いつも変身してるんで、それがない。なるほど。ちなみにそのタイミングに合わせたらどうなんですか。そのタイミング合わせますね。じゃあ、いきますよ。私は、通りすがりの、YouTube での動画投稿者だ。変身。ただいけそうな気しません？なんかちょうどよく。なあ、まあ確かにジオに出てた時はこういう感じだったかもしれない、はい、あ、最新よりなんか正義の味方かどうか分かんないみたいな感じの無言でこう変身、仮面ライドディケイ。はいはいはい、確かにそっちの方が違和感ないですね。違和感ない、うん、ただまあちょっとこれからやってやるぜみたいな、ちょっと芝居の真似ないかもしれないですね、これね、はいはいはい、今で俺今150円分ぐらい遊べた今150円分ぐらい、ただでもこのカードに100円ぐらいの価値はあるね。あ、なるほど、確かにね、それ集めるのもファンの人たちも絶対に嬉しいだろうし、これは可愛いですね。しかもなんかあの紙の材質もいいですし、うんうん、はい、まあまあ取って遊ぼうかな。どうしよう、やっぱりもう変身して遊ぶしかないですよね。変身しますか。変身してみます。そのスマホで、そのスマホじゃないですけどiPad で変身したらどうなるか。わかりました、ちょっとやってみます。じゃあいきます。お、なんか慣れてきたな慣れてきた YouTube で変身すると私はどうなるか。いきます。ここが YouTube の世界ですか。変身しましょう。仮面ライドディケイ。これが仮面ライダーディケイド。おい、ショッカー、やめるんだショッカー。いじめはよくない、やめるんだショッカー。市民社会の真っ当な秩序から遮断した閉鎖的空間に閉じ込め、逃げることもできず正義のヒーローを倒すという名目で強制的にチームワークを強いられているショッカーの生活環境がいじめを蔓延させ、エスカレートさせている。そんな貴様らに俺を倒すことはできない。さあかかってくるんだ。
口ほどにもないな。さあどうした、二人だけでこの俺を倒せると思ったのか。さあ、いじめられた哀れなショッカーよ、立て。今度は貴様ら3人でかかってくることだな。そうすれば俺を倒せるかもしれないぞ。遊べた。この動画の未公開映像はメンバーシップ銀会にて公開。金会員では月1で限定生放送もやってるので、よかったらぜひ入ってみてください。また別動画もよかったら見てね。チャンネル登録を忘れなく。次の動画でまた会いましょう。